おはようございままますすす MC 松島でございます底辺でごござざいます、はいい底辺はというわけで今日は手越優也ラッパーになるべきはい手越優也さんが緊急事態宣言中にふらふら飲み歩いているしかもそれが1回じゃなくて何回もやっているということがニュースになりまして芸能活動を自粛されたと。 いいうことでございますけども私個人的にはですね手越雄也さんそんんそななななに悪いいいいこととしてないんじゃないかなと正直思います確かに気をつけるべきだったしタレントさんってみんなのお手本になんなきゃいけないっていう場合もあるでも別に法律を犯したわけじゃないしあくまで緊急事態中も不要不急の外出を自粛ですから。 何かによっってて強制力を持ってるわけではないとなんでもう気をつけて外出していたのであればとかもしその緊急の飲み会であったのであれば全く問題ないと思いますしその辺の詳しいことは分かりませんけどもこんんななに社会的制裁を与えるほどの罪は僕は僕犯してないと思うんですタレントさんが何でこんなにみんなから叩かれるのかっていうのはすごい不思議で世の中にはもっと悪いことをしてる人はいっぱいいる。 まあ主に政治家ですよね政治家さんとかあと犯罪者いっぱいいるなのになぜかタレントさんばっかりみんな叩いてるような気がします有名だからっていう理由で叩いているだと思いますで手越さんももともとそんなにアイドルアイドルしたキャラクターじゃないしもうチャラチャラしてるのが手越っぽいね っていうのがもうお決まりだと思いますファンの方もきっとそういう風に思って応援してると思いますなんで、えー、ジャニーズタレントらしく振る舞わないといけないとかじゃなくて、えー、手越さんは手越さんらしく振る舞ってほしいなと思うんですここで僕が提案したいのが、えー、手越いうやラッパーになるべきということでございます アイドルはアイドルらしくジャニーズはジャニーズらしくじゃなく手越しは手越らしく、えー、生きていってほしいプライベートも好きなようにやってってほしいとでその中で出てくるスキャンダルとかはもちろん自己責任なんでそれは自分で対応してほしいんですけども今回の件に限ってはですねそんなに悪いことをしてないのに、えー、罰が大きすぎるんじゃないかと。 そもそも手越,に手越さんにジャニーズらしいジャニーズアイドルらしいプライベートとかそういう普通のタレントさん並みのプライベートっていうのを求めてる人って誰なのかなとで誰のために自粛してるのかなっていうのがあります。ななんででここれををを機にに俺俺は俺だっっっててていいうララッッパーになってラップを作ってそこでまた新しい一面を ラップもできるんだっていう魅力を兼ね備えていただければなと思いますその際はぜひ私に歌詞を書かせていただければなと思いますもちろん誰が書いたか内緒にすることもできます自分で書いたというふうに話の辻つ褄つを合わせることもできますのでぜひよろしくお願いいたします